県内では今日、新型コロナウイルスに三十一人が感染したことが分かりました。また静岡市清水区の保育施設で、新たなクラスターが発生しています。県内では今日、三十一人の感染が分かり。地域別では、静岡市で十人、浜松市と富士市で、それぞれ五人などとなっています。十何例目のクラスターにつきましては、清水区内の。 私立の保育施設でございます静岡市内17例目のクラスターは清水区にある私立の保育施設で園児2人、職員4人の合わせて6人の感染が分かっています静岡市は濃厚接触者の特定ができていることなどから施設名は非公表と判断しました静岡市では入院中の患者2人の死亡も確認されたということです また、静岡特集会病院で発生したクラスターの関連では、新たに患者4人の感染が確認され、感染者は合わせて26人となりました。浜松市は5人の感染を発表しています。このうち2人は、これまでに分かっていた感染者の濃厚接触者と接触者です。残る3人は感染経路は分かっていません。